この放送は日本文化センターアデランスとご覧のスポンサーの提供でお送りします。待ちに待ったハワイ出発の日がやってきました。駐車場の予約をしてなかったので少し不安でしたが、待ち時間もなく駐車できました。意外と空いててスムーズに保安検査を通過しました。円安直撃でご覧の通り、エコノミークラスで行ってるのがバレますね。空港からホテルまでタクシーで移動しました。今回宿泊するのはヒルトハワイアンビレッジのレインボータワー。チェックイン完了まで1時間半もかかりました。エレベーターは5機、デラックス、オーシャンフロント。まずは部屋からの景色を見てみよう。これはやばい、鳥肌ものです。大げさではなく、ずっと見てられる、そんな景色です。お部屋チェックに戻りましょう。大変お待たせしました。水回りチェックのお時間です。良いとは言えない水圧ですが、全く問題ないです。明るいうちから飲んでも罪悪感はありません。アラモアナビーチパーク、地元の方が集まる巨大な公園です。広さは東京ドーム約9個分。アラモアナビーチ、湾内はかなり穏やか、というか全然波来ないです。一方で南側はかなり波が高いです。マジックアイランド、海を埋め立てた人工の半島。カハナモクビーチ、意外と言ったら失礼ですが、2023年の全米ビーチランキングで2位を受賞してます。滞在中に死にたかったですね。海水を利用したラグーン、ラグーンは波が全くないので小さい子供に最適です。1歳の息子はかなり嫌がってましたね。水深が浅い、子供用プールも併設してます。
食はレインボータワー内にあるバリオーシャンフロントでいただく。店内は薄暗く落ち着いた雰囲気です。目指します。ワイマナロビーチ。全米ナンバーワンにも選ばれた絶景ビーチ。本当に綺麗すぎて感動しちゃいます。南欧線より青いですね。さらに北上、カイルアビーチ。街歩きが人気のカイルアにある美しいビーチ。さらに北上します。トロピカルファーム。店内を見てみよう。マカダミアナッツ加工工場に併設されているお土産屋。コーラルキングダム。美味しいチキンを食べられるレストランも併設されています。チキンをオーダー後、店内散策。さまざまなお土産が販売されてました。日本人スタッフの方もいらっしゃいました。しかも2人。アラモアナセンター。ロレックスの新店舗。ここで買える気が一切しないですね。サイコバニー、ウォルマートホノルル店。巨大なショッピングセンターでお土産購入も。特段安いってわけではないですけどね。お酒の販売をしてなく持ち込みスタイルなのには驚きましたね。
花火をフルで見たい方は動画概要を参照してください。 8K で撮影してますので、ぜひ見ていただきたいですね。景色を見ながらの朝食は格別ですが、市内を散歩しながら新店舗調査に向かいます。ここの工事なかなか終わらないですね。村が見えますね。そういえば中野坂上の店舗名も中村ですね。 DFS ワイキキ。ワイキキマーケット、2023年1月11日にオープン。何でも売ってる、お値段高めのショップ。何でも売ってますね。日差し直撃が気になりましたね。しょっぱくなかったですね。生演奏を聴きながら飲食可能です。丸亀うどん。うどんを並んでまで食べようとは思わないですね。佐藤シーフード。日本人が経営しているポケのお店。ラマチューブ。シェラトンワイキキ。日本人も2022年に比べたらだいぶ増えましたね。夕暮れのビーチで癒されます。
度行っても飽きない。それがわわわわいい。なんですか今のナレーションは。気持ち悪いですね。お待たせしました。よき、公開のお時間です。